香港 MTR、MTR、MTR、マストランジットレイルウェイは、香港最大の鉄道路線システムである。中国語では、港鉄、反対アザ、港鉄。2007年12月2日に、香港地鉄工師へ急行鉄路工師の運営権が、上都、統合されて誕生した香港鉄路有限工師が、運営している。1979年10月、未、 津み線の関津々見駅石尾駅間の開通を川切りに、現在では、香港島北部、九龍地区、新海南部、およびランタオ等の4地区で、全11路線、全長 174.4km93 駅を営業、1日の利用者数は約470万人ほどである。2007年12月2日からは、 旧高鉄路工師が運営していた4路線の運営も行っている。ロゴマークは漢字の木の転書体に由来し、力、安定、成長を意味する。また、2つの M や九流半島と香港島を表す円弧を1つの棒でつなげることにも見える。旧香港地下鉄の路線で使用されている車両は5タイプ存在する。一般車両については、英国、日本、 韓国、中国の各国で製造されている。一時社では、元宗主国であったイギリスが建設した影響からか、ロンドン地下鉄と近いデザインの施しが随所に見られた。連結部は貫通しており扉はなく車両間の移動は自由である。また連結部の扉がないため、直線部への列車侵入時には前後では、長い空間が広がる。座席は全てロングシートで、 素材はステンレスである。2009年より優先席や車椅子専用エリアが設置された。案内表示は各ドアに設置された路線図上で LED の点灯により停車駅と運行されている路線を表示する。なお座席上にも LED 画面が設置されているが、これは広告用のものである。中吊りやシールなど、車内に紙のメディアによる広告は掲出されていない。 すべての路線でアルミ車両、韓国製の軽トレーンはステンレス車両が使用され、戦闘車両の前面には MTR のコーポレートカラーである赤色の帯とロゴマークが施されている。一部ではラッピング車両の運行も実施している。一方、機上回線はスペインとドイツ、ただし実車はカナダのボンバルディアが作成の共同製造である。 全ての車両の座席は、モケットの非転換式、クロスシートである。当初、各、背部分には、液晶ディスプレイが設置され、航空機の発着情報や、空港の配置情報、香港市外の情報などを表示していたが、現在は、撤去されている。室内のドア付近には、手荷物置き場が設けられているほか、空港駅では、エアポートエクスプレスホームと空港の出発外、または、 到着外との完全、バリアフリー化が図られるなど、空港への連絡路線として、支障のないよう設計されている。なお、エアポートエクスプレスの香港方線当社は、荷物専用車両で、香港駅と急流駅のインタウンチェックイン、市中、チェックインカウンで預けられた、航空旅客の荷物が搭載され、空港へ運ばれる。進む市に専用車両は、 イギリス製車両を大改造したものが使用されており、MTR 発の無人運転が行われている。ただし、手動運転用の運転台は、通常の車両と同一のものが用意されている。MTR 内の車両はすべて冷房完備である。車内アナウンスは、一般路線と機上回線ともに、関東語、普通話、北京語、英語の順に、自動放送が行われる。当初は、 普通話でのアナウンスはなかった。非常時を除き、乗務員によるアナウンスは行わない。また、自駅到着前には、関東語、普通話、英語、プリーズマインドザギャップ、分け、ホームとの隙間にご注意くださいという自動放送、ドア開閉時には、ドアチャイムと共に、音声で、関東語、普通話、英語、プリーズスタンドバックフロ t ザトレーンドアーズ、分け、 ドア付近から離れてくださいという自動放送が必ず流される。旧、KCR 路線で現在使用されている車両は2タイプ存在する。電化時に導入された一時車はイギリスのメトロキャメル車製のものであり、これは王保居駅近くに所在する香港鉄路博物館にて展示されている。すべての車両のドア数は3ドアとなっている。うち3両の基本編成は、 未リニューアルのまま生体保存している。なお、一時車は1997年により、リニューアル工事を受けた後、別名 MLR 車となった。雑席部は、香港の地下鉄である MTR の車両と同じく、ステンレス製のロングシートが採用されている。加えて、KCR 車両の特徴的なものとしては、車端部に同じくステンレス製のクロスシートを備えている。また、 一等車両、二ドア以外の一般車両ドア数は5ドアとなっている。なお、二次車の LED 式行き先表示は、マスが3マス分に区分されているので、行き先が2文字の場合は、右端のマスが空欄になる。二次車は、日本の近畿車両、川崎重工業製である。別名は SP、SP-1900K。これは急行性鉄の開業に前後して導入された、ものであり、 車端部のクロスシートがなくなるなど、車内はより MTR の車両と類似している。また一等車のシートについても若干グレードが上がっている。LED 表示はようやくマス目がなくなり、仲寄せで表示することが可能となった。車両中央部には液晶ディスプレイが装備され、隠し広告や情報が流されている。なお西鉄線及び 馬倉山線に導入されている車両も、この二次車をベースとしており、一等車がないことと、編成量数の違い、旧関東鉄、イコール12両編成、旧高製鉄、イコール7から8両編成、旧高馬鉄、イコール8両編成を除けば、ほぼ同じものである。また、軽鉄については、川崎重工業製の車両が導入されている。LRT は、 最大二両編成の連結で運転されているが、後部に連結される車両については、運転台のついていない連結専用のタイプ、トレーがある。旅重なる、後期延期を経て2018年に、香港側全路線完成、同年9月23日より正式に全線、開業した高速鉄道路線の高負荷施行、高速鉄道用に導入された。 中国本土の CRH380 アンペア型と、ほぼ同型の車両だが、編成の組成や塗装、機器などが変更されている。地鉄講師、現、香港鉄路有限講師では、現在駅施設のバリアフリー化を進めており、駅要所で入り口のエレベーター設置、転落防止や行動風対策のホームドアを全地下駅に設置する予定である。 東優先を除く MTR 路線内の地下化、駅構内には駅ごとに異なる色のタイルが使用されており、独特の雰囲気を醸し出している。また、構内のインフォメーションや誘導のサイン表示は全路線で統一されており、ピクトグラムの他に言語表示として中国語、反対アザと英語で表記されている。駅アナウンスは列車内と同様に、関東語、普通話、 北京語、英語の自動放送である。改札内の駅構内には、トンネル壁面とエスカレーターの設置壁面、柱部分などに隠し広告が掲出されている。改札外では壁面にアクリル板やロール式表示器による広告が掲出されている。トンネル壁面の広告では、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、プロジェクターによる投影式で動画による広告も存在する。 ホーム上には LED 方式による列車の案内表示板が設置されている。中国語、反対アザと英語で表記され、画面情報には地鉄講師、MTRC からの情報が、画面下方には自列車の到達予想時間や列車到着時の注意喚起が表示される。この LED 表示器は2015年頃から順次、液晶テレビ画面への切り替えが進んでおり、 液晶画面になってからは、動画広告、複数列車の到着予定など、新しい情報が表示されるようになっている。乗車カード、切符プはプラスチック製の非接触型 IC カードで、これは、出殺時に回収後、再利用される。非接触型 IC カードには、オクトパスカード、述術、および機上回線のみで使用されるミフェアウルトラリット、カードが採用されている。 ほとんどの MTR 駅構内に、セブンイレブンやサークル K、OK 便利店などの小規模型コンビニエンスストア、微信西餅などのケーキ店、U の良品、アジ一番や冷食物語、お菓子ランドなどの菓子類の売店があり、飲食物や雑貨類が販売されている。他に利用者の多い駅には、香港上海銀行やツネオ銀行、中国銀行などの ATM コーナーが、また、 スネオ銀行の銀行窓口が設置されており、出入金や外貨両替などの窓口業務を行っている。ただし、これらの店舗や施設は改札外にのみ設置されている。左官各東や香港など一部の駅には改札内に売店があったり、金置きなど一部の駅ホーム上に ATM が設けられている例がある。主な違反規則としては、などがある。特に、 飲食で理由の遺憾を問わず、社内を汚損した場合及び、喫煙に関しては、縛りが厳しいようである。違反した場合には、罰金で最高五千本コンドルが課せられることとなっているが、欧州の同様規則、例えば、無殺乗車は、問答無用で一発摘発とは異なり、係員や清掃員の指示、いわゆる、お願い、前座に完全無視を決め込んだ場合などに、身分証、 パスポート記載内容の記録とともに罰金を請求されるようである。なお、検察にて、頭等車両の不正乗車発覚の際は、問答無用で罰金香港500ドルを請求される。詳細は、香港鉄時不礼、英文、反対中文なども参照。なお、日本を除く大多数の国と同様に、車内において、携帯電話等通信機器での通話、 通信を制限する区域、啓発広報類などは存在しない地下、海底区間も含め、ほとんどの区間が在港無線通信事業者の県外であり、それらを香港居民は最良のサービスであるとしており、社内の位置や時間を問わず通話、通信を行う光景は日常的なものであるが、当鉄には静音車両、クワイエットカーがあり、 その車両では一応携帯電話等での通話やヘッドホンの音漏れ等は自粛される。香港では公共交通機関の中では世界の戦闘を切って日本のソニーが開発した非接触型 IC カード企画であるファリサを採用したオクトパスカード発達通りオクトパスカードと呼ばれる交通プペイドカードを1997年に導入した。現在この IC カードで 香港域内の地下鉄、鉄道、バス、香港トラム、LRT、フェリー、ケーブルカーなど、タクシーを除く、香港域内ほとんどの公共交通機関において、使用が可能である、タクシーはごく一部使用可能車両あり。また市中のコンビニエンスストア、ファーストフード店、コーヒーショップ、主に大衆チェーンのレストラン、自動販売機、証明写真撮影機、公衆電話、 駐車場の支払いなどの様々な加盟店、施設で電子マネーとしての決済使用が可能である。運賃面での特徴として、旧 KCR 路線におけるオクトパスの使い方に、ホーム上あるいは連結部に設置されたカードリーダーにかざすことにより、一等車の利用手続きを行える旧 KCR 直営のフィーダーバスや、軽鉄と旧 KCR 鉄道戦争後に乗り継ぐ際、フィーダーバスや、軽鉄の運賃が後追いで、無料サービスとなるシステム、普通乗車券よりも常に低廉な運賃、エアポートエクスプレスとの乗り継ぎに関する一乗車の運賃免除、また、自乗車目10%引きプロモーション、バスを乗り継ぐ、際の割引、街中に設置された、フェアセーバーによる割引サービス、どうかざすだけで割引を受けられ、 MTR を利用するように促すなど IC カードであることの利点を生かしたサービスが行われている。総合駅間の運賃については各駅において掲示され、日本におけるいわゆる三角表のような表も公式が公表している。原則として距離を鑑みた構造になっているが海底トンネルを通過する区間、馬場駅が発着に含まれる、ラコ。 落馬収益が発着に含まれる区間に関しては割増しの計算が行われている。また、エアポートエクスプレスについては、打線との乗り継ぎを認めない独立運賃となっている。ただし先日のようにオクトパスでエイルとの乗り継ぎに関する無償優遇は実施されている。また、小児の運賃と経路運賃が設定されている。特に経路運賃は海底トンネル、 馬バイの運賃上昇を免除されているため、格段に安い。料金面では、一等車利用時の料金となるが、これは原則として、運賃と同額であるため、分かりやすい制度となっている。地鉄講師、現、香港鉄路有限公司は、港島線、アイランドライを延伸させ、スーバ港、サイバーポート、または、香港をアバディーンや、海半島、 サウス・ハー・アイゼンスなど、香港東南部の、主にバス便に、旅客輸送を頼っていた地域への地下鉄路線の建設を計画している。港島線の上、関駅、周湾から、県日城、ケネリタウン間については、2014年12月28日に、営業を開始した。また、今週駅から、香港後から、海江半島方面への路線は、 南港当線という路線名が決定し、2016年12月28日に営業開始となることが、すでに発表されている。同じく、バス便の旅客運送を頼っている、九龍地区の暮れハングホムなどでも地下鉄の建設計画がある。また、ワンチャイ地区など埋め立てが進んだ地域では、既存の地下鉄、主に港等線より、海側へ新線を建設する計画もある。 ワンセンと東鉄線に開業当時から名前が変わった駅がいくつかある。以下にその変遷を記す。左側が変更前矢印を挟んで右側が変更後の駅名。中国語駅名、英語駅名のうちどちらか一方のみが変わったものについて変わらなかった駅名は右側では記載を省略した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。